いないで、夢として東京カレンダーみたいな大人の表情で撮影がしたいと言い、東京カレンダーのカメラマンに来てもらって撮影したみくちゃん。本物の東京カレンダー1月号に登場することに。これを知ったお日様たちは、本物の東京カレンダーに掲載来た。ついに本家に登場。本物とか本家って言うと前のやつが偽物感すごいな、笑い。おめでたいな。でもなんかあの流れからだと面白い。港区特集だから、お寿司港区女子になるのか。おめでとう。本家本家言われまくってて、前回パチモンみたいで草。初めて東京カレンダー買うことになるわ。感慨深いな。今回はバッグにカスがいないよな。パチ東京カレンダー来た。インタビューで掲載される感じね。